ヤマハスタジアム、ヤマハスタジアム、ヤマハスタジアムは、静岡県岩田市にあるサッカーやラグビーに使用される、球技専用スタジアムである。なお、施設は、ヤマハ発動機が所有し、運営管理も同社が行っている。なお、岩田市、岩田市観光協会やヤマハ発動機、日本プロサッカーリーグなどのスタジアム故障は、ヤマハスタジアム、岩田である。 J リーグに加盟するジュビロ岩田及びジャパンラグビートップリーグに所属するヤマハ発動機ジュビロがホームスタジアムとして使用している。1978年4月、ヤマハ発動機の本社及び岩田工場と同区画内にヤマハ発動機東山総合グラウンドの名称でヤマハ発動機サッカー部のホームグラウンドとして完成。1985年、 五千人収容可能なバックスタンドを設置。九百九十三年、日本プロサッカーリーグ企画適合のためにバックスタンド、約九千人収容を増築し、ナイター設備四機を設置し、ヤマハイワタサッカー場とスタジアム名を変更。九百九十四年、電光掲示板、最上部に一行表示の簡易フリーボード、両サイドに選手表記用のパネル付きと、 屋根付きのメインスタンドを建設、約15,500人収容し、ジュビロ岩田、スタジアムへスタジアム名を変更。1995年、北側スタンド、当時ホーム側2012年度までを指すものは、イカ道分を2葬式に変更、19,000人、収容。1997年、バックスタンドの立ち見を座席に変更、17,000人、収容。 2002年、南側スタンドにオーロラビジョンを設置、サイズは378型、縦5.67メートル横7.68メートル、44.24メートル、当時はクラブスポンサーだったネスレ日本寄贈により、ネスレビジョンと命名。選手表記はオーロラビジョンで行い、従来のスコアボードの選手表記パネル箇所は広告スペースとなった。また、中央人員、 J リーグ届けでは16,893人となった。2003年7月、ジャパンラグビートップリーグのヤマハ発動機ラグビー部がジュビロを愛称としたのと同時に、スタジアムの名称をヤマハスタジアムへ変更。なお、2003年はトップリーグ開催時はヤマハスタジアム、J リーグ開催時はジュビロ岩田スタジアムと使い分けていた。なお、 ラグビーを開催するにあたって北側及び南側両スタンドの裏の井戸の芝生を拡大すると共にサイドスタンドのフェンス部分には自己防止のためのゴム濃い緑色を敷き詰めた。また全日本高等学校女子サッカー選手権大会の決勝戦が第11回大会2002年第13回大会2004年から第20回大会2011年及び 第22回大会2014年において開催されていた。スポーツの街づくりを掲げる岩田氏が同選手権の誘致に成功し、日本サッカー協会と共に主催者となっており、ヤマハ発動機がヤマハスタジアムを共用していた。なお、第20回大会2011年までの準々決勝、準決勝、第21回大会2013年の準々決勝以降は、 岩田市が整備した岩田スポーツ交流の里、ゆめり、あで行われている。2012年12月から2013年7月まで改修を行った、南側スタンド後方にあった、株式会社、ヤマハフットボールクラブの事務所である、ヤマハ発動機第二事務所をバックスタンドと南側スタンドの間に設置入れていた、大型映像装置と共に撤去。 バックスタンド南側の立ち見席を一席に変更し、その部分と接続させる形で屋根と椅子型戸席を有する新しい南側スタンドが新設された。それに伴いホームとアウェーへの位置を入れ替え、南側スタンドをホーム側応援席、北側スタンド2階席をアウェー側応援席へと変更され、ベンチやロッカールーム等も入れ替えが行われた。大型映像装置は、 次期反転掲示板が設置されていた北側スタンド2階席に移設された。新設された南側スタンドには中央部分にエントランスが設けられ、スタンド内にはヤマハフットボールクラブ事務所やチケット売り場、売店、それまでスタジアムと道路を隔てて西側にあったジュビロショップ岩田が移転する形で設置され、その内部には展示スペースとしてジュビロミュージアムも設けられた。 また、南側スタンド南も整備された。その他にも、メインスタンドの記者席や放送ブースの改修、バックスタンド北側立ち見席への一席設置、北側スタンド一階席の改修等が行われた。2017年1月から2月にかけて、北側スタンド二階席の大型映像装置交換工事が行われた。新しい映像装置は従来と比較して、 表示面積が3倍となり、2017年3月より、使用されている。一層式の屋根付きスタンドであり、観客席の他に、記者席や放送ブース、VIP ルーム、ロッカールーム等が設置されている。スタジアムの西側を流れる今の裏側の支流が、形成した、貸し眼球を利用した、大規模な構造物がない傾斜のある一層式スタンドである。観客入り口は、 スタンドの最上部に設置されている。バックスタンドの中央部分には、チームカラーのサックスブルー、水色地にチームロゴマーク、ジュビロ岩田の文字が浮かぶように見えていた。近年 J リーグや国際試合が開かれる、競技場の多くはそのスタジアムの所在する、都道府県や市区町村の名前、岩田なら、岩田の英語文字をスタンドに取り付ける傾向にあるが、チーム名が入ったものはこのスタジアムだけであった。 2005年6月にバックスタンドの改装工事が行われ、その際に座席が居住性改善を目的に交換されたため文字は一時消えたが、2012年開幕前のスタンド回収で座席にジュビロの文字が復活している。一層式のスタンドで全席一席である。サッカーの試合が開催される際はホームサポーター用となる。同じくホームサポーター用となる。 バックスタンドと接続されており、両スタンドを行き来することができる。現在のスタンドは2012年シーズン終了後から2013年7月までに行われた大規模改修時に新設されたものである。それまでの旧南側スタンド後方には株式会社、ヤマハフットボールクラブの事務所が入居していたヤマハ発動機第二事務所があったため、スペースが狭く、現在のスタンドよりも 規模の小さいスタンドが設置されていた。二層式のスタンドで、1階は1席と新商社用観戦エリア、2階は1席であり、サッカーの試合が開催される際は1階席がホームサポーター用、2階席がアウェースサポーター用となる。ジュビロ岩田が J リーグへ昇格した1994年時は、旧南側スタンドと同じく一層式だったが、1995年の 座席増築工事の際、現在の2層式の形に改修された。これは、スタンドの後方に、ヤマハ発動機社員のレクリエーション活動用に使われる、ヤマハ健康保険組合岩田体育館があり、スペースが狭かったからである。以上の通り、メインスタンドと南側ゴール裏スタンドに屋根が付設されているが、J リーグクラブライセンス制度においては、B 等級基準の屋根を 全キャパシティの3分の1以上を覆うこと、だに、全体を屋根で覆うことをシート級としているを求めているが、それを充足していないため、2015年度の J リーグライセンス交付に際しては、ジュビロに対し、J リーグから改善勧告、書面被下げを求められている。所在地である深海を中心とした岩田市東部は、ヤマハ発動機の本社、及びそれの付設工場があり、 東山総合グラウンド、現山ハスタジアムも、同社サッカー部の活動や、従業員の福利構成のため制されたため、ヤマハスタジアムは、北側スタンドに隣接する、体育館と共に、ヤマハ発動基礎誘致の北西端にある。スタジアムが立地する場所の地名は本来は、西海塚になるが、南側スタンドに入居している。 ヤマハフットボールクラブ株式会社の本社住所が岩田市深海2500であるため、ヤマハスタジアムも公式の所在地をそれに合わせている。ヤマハスタジアムの約500メートル南西側には岩田市悪寺公園があり、そこにも多目的広場がしつらいである。この悪寺多目的広場でもジュビロのユースチーム以下の育成チームが練習や見に使用する。現在のは、 JR 東海の岩田駅であるが、2019年度末に、ヤマハスタジアムの近くである、岩田駅袋井駅間に、新駅の三栗駅を設置することが明らかとなった。この決定には、ヤマハ発動機など周辺企業への通勤客に加え、ヤマハスタジアムでの感染者の需要も見込めることが、判断材料の一つとなっており、ジュビロ岩田の高平、敬老社長も、 公共交通機関利用が高まり移動時間の軽減や周辺の渋滞緩和が見込めると歓迎のコメントを発表した。2013年以降、サイドスタンドの配置変更後の撮影。2012年以前、サイドスタンドの配置変更前の撮影。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。